シミ抜きの奥義をご紹介したい。とにかくことです。クリーニング屋さん出して黄ばみが落ちなかったです。今からやる方法でその黄ばみも取れたシミ抜きカクテルみたいなのも作りたいと思ってるんで。何ですか？シミ抜きカクテル。皆さんこんにちは、ファッションデザイナーの石川俊介です。石川さん、はい、なんかいっぱいいろいろグッズが、今日もグッズ盛りだくさんでお届けしたいと思います。これ散財ですかね？散財じゃないですね。またお洗濯のことをやりたいなと思ってまして、でお洗濯の中でもシミ抜きの奥義をご紹介したいなと思って。奥義、奥に儀式の儀で奥義、儀式の儀で合ってますよね。はい。なんかシミ抜き昔ありませんでした？シミ抜きやりましたっけ？あ、そう、あれね、カレーうどんね、あれもシミ抜きなんですけれども、今日はね、そこからもう一歩進んだ奥義をお伝えしたいなと思ってて、他にこういうものでシミ抜きできますよみたいな、グッズとか洗剤系を紹介しながらやっていければいいなと思ってます。Been at it already, had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lawler King, but they're not aware of it. 汚れって言ってもいろんな種類があるんですね。で、大きなところでいくと脂溶性って言われる油とか水溶性とか、あとね不溶性って言って溶けないもの、例えば泥で汚れたりとかみたいなものだったりとか、あとは、特殊な汚れみたいなものがあるんですね。これタンパク質とか、あとタンニンの強いやつとか、そういうものの汚れなんかがあって、まあ、大体この4種類ぐらいが汚れの中心です。例えば油でいくと、これベンジンです。ベンジンって皆さんご存知ですかね？今もうあんま使わなくなっちゃって、着物を着るってた時代には着物ってシルクじゃないですか。シルクって他の洗剤だと強すぎてダメなんで、ベンジンで汚れを落としてたりしたんですね。でこれが油汚れが落ちますよっていうのがまずベンジンだったりとか、あと手軽なとこでいくと手のジェルですね。消毒ジェル、これもアルコールなんで、アルコールも油溶かしてくれるんで、これでも落ちますよと。あともう一つは界面活性剤です。で界面活性剤で普通の洗剤ももちろん落ちます。あともう一つ分かりやすいのが、こういう食器用洗剤、油汚れを落としやすくできているので、いわゆる主要成分は界面活性剤って言われるものです。で界面活性剤って何かって説明を簡単にさせてもらうと、要は水と油が溶けやすくなる、混じりやすくするためのものと思ってもらってよくて、水に普通にサラダ油入れちゃうとね、全然分離しちゃって混ざらないんですけども、界面活性剤を入れると水の中に油がわーっと溶け出すんですね。では界面活性剤っていうのが油の周りをくるっと囲ってくれて、水の中に分散するようにしてくれますと。っていう働きがあるんで、こういうのでも油汚れは落とせますよ。医療用洗剤っていうのもそういう働きを使って洗濯してますっていう感じなんで、こういうもので油汚れを落としていきましょう。で続いて水溶性の汚れ、これ基本的に水で落ちます。要は水に溶けるものなんで、水につけてあげれば基本的に落としていけるものです。で3つ目、不溶性のもの、これはいろんな種類のものがあるんですけれども、普通の泥とかだったらこれ払って落としてあげるだったりとか、普通に洗濯して落としてあげるがあるんですけど、まあ、溶けないものですよね。で最後に特殊な汚れっていう話なんですけど、これはタンパク質だったりとか、例えば卵とか血液もタンパク質だったりとか、熱を加えちゃうと固まっちゃうんですね。で落ちなくなっちゃうんで、そこだけ注意して汚れを落とししてもらえればいいなっていうのが一応概要の話です。じゃあどうやって落としたらいいのっていうのに関しては、ここからお話をしていきます。奥義その1、すぐやれ。ご飯食べに行って、それこそカレーうどんもそうですし、なんかパスタ食いに行ってトマトを散らしちゃったとか、醤油こぼしちゃったとか、一番いいのはとにかくすぐ落とすこと、すぐ拭くことです。油汚れがひどかったら、ペーパーとかでいいんで、あれで手で温度当てる感じでぐーっと押してあげてください。これでまず油の汚れの方を紙に移してあげるとかっていうことをやって、食器用洗剤を借りれるようであれば、そこで食器用洗剤ちょっと借りて、少し汚れの部分に手で塗ってあげて、でそれをぎゅーっとまた押さえて、濡れたキッチンペーパーでいいんでぎゅーっと押さえてあげる。ある程度やってまだ残ってるなっていう場合、これは過去の動画見てください。概要欄にリンクかなんか貼ってもらって、具体的なやり方実演しながらやってますんで、見てもらえればいいかと思います。それでも落ちない汚れだったりとか、もう一個シミでみんな気になるのがあると思うんですけど、白シャツの襟の部分の汚れ、この辺りが黄ばんでしまって、もうここからここまでぐるり黄色いとか、この辺もちょっと黄色についてるあれっていうのがあると思うんですね。あれ何かっていうと、ここについた皮脂汚れで洗濯してても全部落としきれてないんで、それが、酸化して、日数が経つことによって酸化して黄色く汚れてくると。でこの間ねエリーさんから T シャツ撮影の時に全然洗濯も何にも関係ないのに「これ落ちませんか?」って持ち込まれて完全にクリーニング扱いされてる感じで、でその T シャツはあれでしたね、クリーニング屋さん出して黄ばみが落ちなかったやつ。そう落ちなかったですね。で「ダメ」っていうのがついてて「落ちませんでした」みたいなのがついてたんで、それ預かって今からやる方法でその黄ばみも取れた。なんでそういう黄ばみとかはちょっと簡単な染み抜きカクテルみたいなのも作りたいと思ってるんで。何ですかね。染み抜きカクテル。ちょっと恥ずかしいんであんまり聞かないでもらっていいですかね。染み抜きカクテルを。それ一般的に知られてる名前なんですか。全然違います。あんま恥ずかしいから聞かないでほしいんですけど。石川さんが作る。そうそうそう、僕が作ったもので、ネーミングはつけたものなんですけど、を作ってそれでちょっと処理をしてあげれば綺麗に落ちるんで、そういう方法をご紹介したいなと思ってます。じゃあ染み抜きカクテル作っていきます。で用意するものは簡単です。3つ、普通に家庭で使っている、こういう食器用洗剤でいいです。それとこれ1個用意しておくと何かと便利なんで、ブランドいっぱいありますけれども何でもいいです。いわゆる過炭酸ナトリウムっていうものなんですけれども、それが酸素系漂白剤っていう名前の粉末のものが売ってます。これ用意しておいてください。でこれとあとは水だけです。これ普通の水道水です。だいたい同量でいいです。大さじ1なら大さじ1ずつで、小さじ1なら小さじ1ずつ、多めになりますけどこれぐらいで、水も同量ぐらいでいいです。でそこに食器用洗剤、だいたい一緒ぐらいの分量、もうこれ結構適当です。適当なんですけど、だいたい同じぐらいで、別にこの粒々なかなか溶けなくて、この溶けなくて残ったままでいいです。活性酸素が発生して、それが汚れの色素だったりとかっていうところに効いてくれますので、でこれを歯ブラシでいいです。普通のこれ洗濯用の平野のブラシなんですけど、 T シャツの下とかにこうタオル、もう使い古したタオルでいいんで引いていただいて、でこれで歯ブラシを使いながらどんどんつけていく感じです。結構たっぷりめで。たっぷりめでいいです。白いシャツだったら。で、これ色柄物とかだったら先にどっかでテストしてください。目立たないところで。襟先のあたり、これ黄ばんできてるんで、こういうところをこう全体的にこう塗っていきます。染み抜きカクテルっていい名前ですね。またそれ言うんですか。石川さんお酒好きですもんね。全くの下戸です。モクテルしか飲めないです。こんな感じで汚れているところを塗ってってください。でちょっとこれね、ここにコーヒーの染みがついてるんで、ここも一応やっておきましょう。もう一つポイントなんですけれども、熱が加わる方が酸素系漂白剤の力が強まるんで、ここスチーマー用意してます。これ例えばこのままお湯につけてあげるでもいいんですけれども、こうした方が漂白剤残したままいけるんで、ちょっと粉飛んだりしますけどスチーマーで温めてあげましょう。本当は50度ぐらいの温度で十分なんですけれども、もうちょっとスチーマーの高い温度にしてます。でこれで一気に温度が高いと酸素系漂白剤の分解速度が高まってしまうんで、ある意味短時間でこれは効かせる感じですね。この状態で少し10分ぐらいでいいんで置いといてください。でその後普通にこのままでいいんで洗濯機に入れてもらえれば黄ばみとかは綺麗に落ちると思います。実践やってもらいましたけど。はい。家庭でできることは。そうですね。で本当に染み抜きの奥義は。最終的に奥義のポーズわかんないですけど、奥義はやっぱクリーニング屋さんに任せましょうねっていうところですかね。で今やったことぐらい、あと染み抜き剤使って染み抜いてみるとかっていうことは家庭でやっていいんですけど、難しいなと思ったら最初からクリーニング屋さん任せる方がいいと思います。汚れの種類、先ほども4種類ぐらいお話ししましたけど、その中でもまたそれぞれ違ったりとかっていうことがあるんで、それ用のちゃんと溶剤も持ってるし設備も持ってるんで。プラスどういう汚れかって分かれば、それに応じた処理をしてくれますし、分からない汚れでも少しずついろんな方法を試しながらやってくれたりするんで、やっぱりクリーニング屋さん、上手なクリーニング屋さんに任せるのが一番染み抜きも綺麗にいくと思います。でもクリーニング屋さんってたくさんあるじゃないですか。そう難しいところなんですよ。クリーニング屋さんにも何種類かあって、いわゆるすぐ近所の商店街とかにありますよっていうところは大体ね、そこ受付だけしてくれるとこが多いですね。でそこで受け付けたものを工場に送って工場で取るみたいな感じなんですけれども、これも値段によっても違うんですね。で安いところはやっぱ大量に処理しないといけないんで、一点一点の洋服に向き合ってくれる時間も少なくなります。でやっぱり例えば先ほどの襟の極み取ろうと思っても結構時間かかるんで、そういうことをちゃんとやってもらおうと思うと、ちゃんとした技術者の人がいるクリーニング屋さんにお願いする方がよくて、ただそれの見極めっていうのもなかなか難しいですし、僕らもそんなにいっぱいのクリーニング屋さんにお願いしたことがあるわけではないんで、そこは街での評判を聞いていただいたりとかっていうのがやっぱり一番いいかなと。でちゃんとした技術者の人がいらっしゃるところに出してもらうというのが一つ。もう一つは最近ネットで宅配で受け付けてくれるところ多くなりました。なんでこういう汚れっていうのがついたな、例えばペンキだったらペンキの場合、ペンキクリーニングみたいなことを調べるといろいろ出てくるんで、そこで事例なんかも出してるクリーニング屋さんがいっぱいあるんで、そういうところに宅配でお願いしてみるっていうのもありだと思うんですね。そんな中で僕が信頼しているクリーニング屋さんが、これ東京の話になってしまうんですけども2つあります。レジュイールっていうクリーニング屋さん、ここは車で回ってきてくれて取りに来てくれるところですね。でかなり東京の高級ブランドとかを好きで来てらっしゃる方とかはここにお願いすることが多くて、もちろん値段はしっかり高いんですけど、一点一点きれいにクリーニングしてくれますっていうところが1つ目。もう一つが、これは工場自体は福井県にあるところなんですけども、東京だと池尻に受け付けてくれる店舗があるんですが、ワードローブトリートメントという名前です。ここは一点一点の洋服をちゃんと一点一点洗ってくれるっていうところで、非常に信頼のおけるクリーニング屋さんです。ここもインターネットでも申し込めるはずで、ワードローブトリートメントで調べてもらったりとか、下にリンクを貼っときますんで、そこから飛んでいただけるとクリーニングお願いできると思いますんで、是非そういうちょっとちゃんときちっとやってくれる技術者の人がいるクリーニング屋さんに任せるのが安心だと思います。用途によって分けてもらっていいと思います。だから日々着る、例えば仕事で着る時の白シャツを毎回いいクリーニング屋さんに出してるとこれ高くなってしまうんで、そういうものは町のクリーニング屋さんとか大きな工場で安くやってくださるところにもう消耗費として出していくっていうのがいいと思いますし、ただ本当に大事にしてる洋服だったりとか、すごいシミがついちゃってるものとかっていうのは最初から信頼できるところに出して、少し高いお金を払っても結構本当に何千円とか、下手するとクリーニング1着1万以上とかっていう話になってくるんですけれども、そういうところに出して大事に着てもらうのがいいと思いますし、僕は基本的にそんなに洗わないようにしましょうね、でクリーニングもそんなに出さないようにしましょうねっていう派なんで、ですからたまにそういうところに出してきれいにクリーニングしてもらうっていうのはいいと思ってます。シミがついた時とかね。はい、本日のまとめ。ついたシミはすぐ取る。ダメならシミ抜きカクテル試してみましょう。最初からこれ難しいなと思う汚れに関しては、もう信頼のおけるクリーニング屋さんを探しておいて、そこに最初からお任せするようにしましょう。最近こういう汚れどうやって落としたらいいですかみたいな結構いただくことが多くて、できればそれなんか動画でご返答させてもらえると嬉しいかなと。もうじゃんじゃん書いていただいて結構です。で僕に分かることは僕が答えていきますし、あとは動画にしていければいいなと思いますんで、是非皆さんコメントをいただけると嬉しいです。石川さん、はい、デニム珍しいですね。そうなんですよ。最近またちょっとデニムハマっちゃって、これテストサンプルなんですけど、めちゃくちゃいいんですよこれ。今年は結構デニム着られるんですか？着てます。ガンガン着てってますね。これ前ウルグアイに履いてったりして、その時もめちゃくちゃ良かったやつなんで気に入ってます。作ります、そのうち。皆様チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。